どうも、てつです。当チャンネルは、初心者向けの香水サイトも運営している自分が、愛用していた香水、実際に使っていた香水の、レビュー動画を上げていくチャンネルです。初めての香水選びの際にも少しでも参考になるように、できるだけ難しい言葉は使わずに3分程度で、紹介していこうと思います。リーズナブルな香水が結構多いので、特に学生年代の方や初めて香水選ぶ方に参考になるかなと思います。今回ですね、以前ベルサーチエロスのコメントの方で、赤いエロスフレームがもっとスパイシーですよというコメントがあったので、実際に購入していました。こちらベルサーチのエロスフレームと真っ赤なボトルデザインが特徴的となってますね。で、ボトルの上にはこの黄金のメデューサが描かれていますね。はい。で、容量の方は 30ml で、オーデパルファムなので他のオーデトワレに比べて持続度はより長くなってますね。はい。で、以前紹介したベルサーチエロスは、色違いのブルーのデザインとなってます。はい。同じくベルサーチの香水で言うと、以前同じく紹介したベルサーチのブルージーンズも、こんな感じでボトルデザインは同じくおしゃれなデザインとなってますね。まあでもこの中でも今回購入したこのベルサーチエロスフレームっていうのが、真っ赤なボトルとゴールドのデザインで、なんかの不老不死の薬のような、もう存在感は圧倒的ですね。ベルサーチエロスフレームの値段ですが、まあ自分はこの 30ml のボトルでだいたい3500円前後で購入しました。でこれにも大きい 50ml、100ml となると、だいたい1万円前後で販売されていました。また値段は前後するので、気になる方は概要欄の方からまたチェックしてみてください。まあ、いつも言ってる通り 50ml、100ml というのは結構大きめなので、まあ、お試しであれば自分と同じく 30ml のサイズで大丈夫だと思います。気になるベルサーチエロスフレームを使ってみての香りの印象ですが、まあ、自分はエロスでもかなり濃厚な甘い香りと思っていたんですけど、まあ、コメントの通り一言で表すと、エロスよりスパイシーかつ濃厚な香りっていう印象ですね。改めてこの2つを比較してみると、まあ、エロスも自分からするとかなり濃厚な甘さを感じるんですけど、まあ、中にミントなどのまあスーッとした香りもあるんですけど、まあ、エロスフレームはもうガツンとくるというか、もうスパイシーさも甘さも、もう力強い香りというか、もうとにかく濃厚な香り、濃厚な甘さっていう印象が自分は強く感じましたね。気になるベルサーチエロスフレームの助手受けですが、まあ、夏前ともいうこともあって控えめにつけたんですけど、まあ、エロスも好評だったということもあり、まあ、このエロスフレームも甘いいい香りと自分は好評でしたね。あのブルージーンズとかもですけど、まあ、自分はベルサーチの香水と結構相性がいいですね。で、最後にベルサーチエロスフレームを使える季節ですが、もう力強い濃厚でスパイシーかつ甘い香りなので、まあ、秋冬シーズンがベストですね。まあ、あのコートやセーターに染み込む香り、まあ、ちょっと今から冬が楽しみですね。はい、それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。